創立誌あるあるグランプリ第2回。あるあるかどうかは私が独断と偏見でじゃあ行いますので、どちらかというとね、人に影になってやる仕事なんで、その影になる中でもその心の思いの酒を書いていただこうということですね。なるほど、はい、私も参加していいんですか。はい、お願いします。たくみさんから見て調律が。なるほど、じゃあ偏見に満ちたことか。あ、もう全然何も書いていただいても。調律は裏でこんなことしてるだろう。いや、調律業界からの低評価がえらいことになりますけどね。今後の演奏活動にね、差し障りが、ああそうですね、出ない程度でお願いします。はい、小林さん、調律師あるあるお願いします。え、今日でしたっけと言われるのはいい方。あ、これはどういうことですかね。どういうことですかね。ご在宅だっただけいいかなっていう。そうですね。いい手じゃないです。いやいや、まあでもこれ心の内を。でもこれも必ず調理師なら1回は起こってることだと思いますけどね。これもね、本当にね、昨日歯医者忘れましたからね。思い出したらね、本当に布団に入って寝る時だったというね。あ、たくみさん、じゃあ調理師あるある、お願いします。コンクールの付き添いをすると、子供が忘れていったハンカチの忘れ物を受付係とかす。あ、これはですね、これはね、方法論があるんですよ。主催者にすぐ渡しちゃう。でもまあ確かに感銘を受けた演奏家なんかだったりすると、やっぱり本人に渡したいなって気持ちはね。ちょっと私、打率が9番ピッチャーのになってきた。、はいはいはい、はい、じゃあまだ早いですね。はい、調理師あるある、お願いします。共鳴してじりじり言ってる音の原因を解消するため、高いところに登らされがち。これはどうですか皆さん。高いとコンサートホールというよりちょっとしたサロンホールとかで、こういう蛍光灯がジンジンいってる時に、なんか高いところになんかそれを解消しに行かないといけないみたいな。これはですね、これはすいませんでした。いや調理師あるあるお願いします。忘れ物がないか妙に気になる。これはね、これは認定です。これはね、認定です。めちゃくちゃ、これはね、あります。これは数打った甲斐があった。正直何回もあります。調理室なら誰でも経験したことがあると思います。次の年にね、調理室に行ったら、ね、あ、はい、じゃあ、調理師あるあるお願いします。はい、耳を大切にしようと思う時期もあったが、これは調理師あるあるお願いします。漢字が合ってるか不安なんですけど、お客様宅のお子さんの成長が考えにくい。もうこれはね、認定です。認定です。これ長くやればやるほどあります。これは若いじゃないかもしれない。小林さん素晴らしいですね。ね、本当にね、調理師の思っていることはもう全て答えてくれます。これは本当にそうです。これもう認定、もう二重丸認定ですね。悪口しか書いてない。私はちょっと悲しいです。本当に。はいはい、あ、はい、じゃあ調理師あるあるお願いします。私こういうのしか思いつかないですけど、グランドピアノ足のくるくるの向き適正位置に戻すのしんどい。これはこれ認定と、これも言えないじゃないですか。これも。これも言えないじゃないですか。大人の事情的認定というやつですか。いや、でもこれはでも本当に、これ本当にコメントしづらいな、これ。めちゃくちゃコメントしづらいな。調理師あるあるお願いします。ピアノを題材にした作品の興味津々。これはね、これは認定ですね。これやっぱり認定ですね。これは割と誰でもこういうふうには思いますよね。ピアノとか特に調律師に焦点を当てた作品の、ありますよね、最近のね。まあそんなにでも数はないけど、ある時に逆にすごい盛り上がる。この10年ぐらいのね。はい
はい、じゃあ森さん、調理師あるあるお願いします。苦手なコーヒーも飲めるようになる。好意で出された時にコーヒーを私は出されたら飲めないけど、これはでも本当にお客様にお伝えしたいって言うんですけど、本当に気遣っていただかなくても全くしてくれたら単純に嬉しいし、してくれなかったら別にどうってことも全くないので、本当にそれは気にしない、いただかなくてもいいですけれども、その中でじゃあ苦手だったコーヒーが出た時は森さんはどうするんですか？頑張って飲みます。頑張って考えもしなかったですけど、そうですね、そうですね、考えてみれば、はい、でも本当にあの出してくれること自体が嬉しいですし、ありがたい。はい、どんどんいいですよ。はいはい、はい、たくみさん、あのお願いします。名刺を書くときに一応英語でも書くじゃないですか。あ、はい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 、あの鉄矢美明、あ、そうですね、英語で書くとこあります、ね、その英語の職業を英語でどう書くかっていうところで、うん、名刺の英語名、ピアノテクニシャンと書くのを躊躇してチューナーと書いてしまいます。これも微妙だな。これもなかなか微妙な話ですね。でもわコメントしづらいわ。そういうのばっかりだな。タグさんのはコメントしづらいわ。まあでもやっぱりこうなんだろう、まあピアノテクニシャンと書きますよね、みんなね。コメントしづらいわ。はい。あ。はい、じゃあ田口さん、調理師あるあるお願いします。これ確実に P になるんですけど、はい、あのローラーすぐへたるので嫌いなんです。いや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 、そういうあの専門的なのはいいです。まあでもあのそれぞれメーカー個性ありますから。はい、あ、はい、田口さん、もう田口さんばっかりですよ、さっきから。はい、じゃあ調理師あるあるお願いします。これやってて気づいたことなんですけど、はい、あの動画撮るとき動画の画角から好きあらば逃亡しがち。認定です。これは認定です。これね、本当にあのなんでみんなこう出たくないんだろうね、この画面に。どうなんだろう、やっぱりそういう人が調理師やってるのがね、やっぱりね、みんなすごくそういう風に思うんだけどね。じゃあ森さん、調理師あるあるお願いします。狭い世界なので噂が広がりやすい。嫌だね、本当に停止づらいわ。これも本当しづらいわ。どんな噂が広まるんですか？どうしても音の世界だから、あのこのピアノはこうらしいとかいうね、もっともらしい話が広がりやすいってね、根拠のないもっともらしい話がね、割と広がりやすいから、ね、それもあるよね。調理師あるあるお願いします。ちょっと長いんですけど、グランドピアノの大屋根の開け方が伝わりますかね。外側の受け皿に棒があると、要は位置がね、内側じゃなくて外側のそうですね、ところにかかってるとっていう、大屋根がちょっと倒れやせんかしらってね。短い棒用の穴に長い棒を入れて、単純にそういうことです、はい、ただ分かっててあえてやる方もいらっしゃるので、うんうんうん、なんとも言えない。でも私も最初に開けた時そっちに入れてしまった、うん、まあでも普通に考えたら、僕もだってこう仕事しなければそっちに開けてましたからね、やっぱ。はい、じゃあたくみさん、調理師あるある、なんかお願いします。特に自分の過去について話したこともないのに、勝手になんか演奏者になる夢を挫折した人みたいな扱いですね。これはねすごい薄いけど認定です。これはこれはね、確かに僕も調理師やってて一回言われたことあるな。薄っ言われたことあるけど、でも一般的にこう思われてる節はありますよね。でもそれを直接本人に言うかどうかは別として、やっぱり音大とか出られたんですよね。あ、それはね、それはもっともっともっとあります。それはものすごくあります。ということで、まあ最優秀作品はもう本当にね、あのこれしかないと思います。絶対音感持ってるねとキラキラ言われるんで、このキラキラってところがやっぱりね、
これ本当にちょっと残念な話ではあるんだけど、でもやっぱりこれを使ってるわけじゃないので、事実は事実、調理師としてちょっと寂しい結果になるのかな、これ優勝というか圧倒的な強さ、圧倒的な強さだよね、本当にね、はい、もうね、心の中を10年は伊達じゃないですね、伊達じゃないですね、いかがでしたちょっと僕のこれですね、お客様宅や会場の近くの飲食店の知識が日々更新されるので、ね、これはね、僕のことを、ね、てかもう絶対にそうです、これは僕は個人的かもしれないけど絶対そうです、必ず調べますで、あの辺りって言ったらパッとこういうので飲食店が見える